あれバックバックバック魂に乗るフンフンランあったよし完璧おはようおはようマッチ今日休みでしょうん私仕事だからゴミ出しよろしくじゃあ行ってきます行ってらっしゃーいやべ11時じゃん収集車行っちゃったじゃんくっそやべエリマネお疲れ様ですはいお疲れ様こちら今月の各店舗の売り上げですご苦労様でどの店舗がいいんだ今月も例のコンビニ伸びてますねほうそれは結構コケコッコ君移動したい今日も朝からナイスですどれどれうわぁ、タバコがいいね。唐揚げくんもいいね。デザートが落ちてるな。そうですね。おはようございます。おはよう。今日早いね。早起きしちゃったんで、どうせなら早く来て掃除しようかなと思いまして。素晴らしい。素晴らしいよ、君は。店長、また事務所でポテチ食べました？食べてないかな？床に破片が落ちてます。バイト値鋭いね。もう事務所で食べないでって言ったじゃないですか。キー絶対部屋綺麗なんだろうな。そうだ、今日の発注しました。これからやろうかな。昨日デザート発注したんですけど、最近不調なんで少し少なくしてます。その方がいいかもね。他はどんな感じ？他は…えどうしたんですか？バイト値昨日プリン何個発注した？10個ですかね。いやいや。100個になってる。え？そんなはずないと思いますよ。ゼロ一つ間違えたんじゃない？それはないです。発注する前にフィフスチェックしてます。めっちゃしてる。でも確かにバイト中こんなミスしないか。ってことはまさか。エリマネ？勝手に？あのタヌキチならやりかねないです。マジか。お疲れ様でーす。あれ？納品来た。天秤置いときます。今日多すぎですよ。儲かってますねー。ありがとうございます。店長、段ボール大量です。嘘でしょ？あ、ホームから電話だ。もしもーし。ああ、お疲れ様。そうだ、私からのプレゼントは届いたかな？プレゼント？というのは。大量のプリンだよ。え？ってことは、やっぱりエリマネが。最近君んとこ売り上げが落ちてるからね。まあ、そのために私がちょっと手こ入れしてやったんだ。さすがに今デザートの売り上げが落ちてるので、廃棄になる可能性も。それをどうにかするのが君の仕事じゃないのかね。いやー。とにかく、どんどん売り上げアップアップしてくれたまえ。では。エリマネ、マジかよ。あの野郎。どうしよう。お客さんだ。一応お勧めしてみます。バイトくん！いらっしゃいませ！行き過ぎた行き過ぎた。おいさん！バイトくん！どうしたんですか？そんな焦って。バイトくんの方こそ。店長の方もシャトルランぐらい行き切らしてるけど、どうしたんだ？いろいろありまして。そっか。それはそうと、プリンある。え、愛さんがプリンを血眼に求めてる。それ、すなわち。朝ゴミ出し頼まれたんだけどさ、二度寝しちゃって。アホビスきたー！どないした？あ、すいません。実はプリン100個発注来ちゃいまして。100個 ?50 個買う。いいんですか？昨日、エヴァで買ってさ、おいふく。あーいさん。こういう時は頼りになる。追加で、また何かあったらよろしくね。はい、こちらこそいつもありがとうございます。店長バイトチ、これは奇跡が起きるかも。あーいさんの後、全然売れないですね。このままだったらやばい。ガラネ来たー！ あーすいません。二人とも何かあったの？実はプリン大量発注事件がありまして。はぁ、あのエリマネの仕業か。はぁ、あ。今度やってやんねえとな。心強いです。あと何個残ってんの？50個ほど。じゃあ全部ちょうだい。え？いいんですか？おととい、マーチンがパチンコで勝ったから、それで払わせる。え？あいつはバレてないとは思ってるんだろうけどね。ずっと魂のルフラン歌ってるし。何でもお見通しですね。でも、家に帰ったら、ま、その、食べきれますか？マーチンも買ったんでしょ？プリン大好きだから大丈夫。ブイ。ほんと、いつも助かります。追加で。じゃあ二人とも頑張ってね。ありがとうございました。まさかこんなに早く売れるとは。ほんと助かりましたね。あの二人には。感謝感謝。ガーラネも当分プリンに困らなそうですね。へぇ。
ちょっと、ああ、食った。すごい、10分で、100個。追加買いに行く。